伝える伝える伝える、もっと伝える、もっと伝える、伝える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 、自分の気持ち、気持ち。どうも、ウィンブルドンベストエイト松岡修造です。さあ皆さん、4月4日に何が起きる、遅い決断力、遅いぞ、ミッシングデー公開おめでとう。ガッツポーズ出せ、ガッツポーズ出す。僕ガッツポーズなかったら死んでますから ね、それぐらいガッツポーズ大事。さあ、はっきり言います、この映画心に刻めよう。この映画は絶対無理の映画なり。決まった、おめでとう、サーブ決まった、エースを狙ってけよ、エースを狙ってけよ、お前ら。よし、本気で見ます。来いよ来いよ、ちょっと待って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 、テニスの映画じゃねえぞこれ、テニスの映画じゃねえぞこれ、ま、助けてってるよ、誰か助けない、ちょっと待って、誰か助けない、誰か助けないの、誰か助けないの、ちょっと待ってよ、おい、ちょっと待って、誰も助けないじゃないかよ。もうここは子供ですよ。僕は皆さん本当にジュニアに伝えたいんです。僕はいつも修造チャレンジをするときに、まさに僕も修造チャレンジなんですけど、僕はジュニアはね、どういうことを伝えてるか、僕は技術ははっきり言いますけど、僕より上の人間いっぱいいますよ、 K もそうでした。だから僕はジュニアに対していつも心、心でテニスしなって。なんでか、やっぱり強い相手、そして自分に負けそうになるとき全部心なんです。だからジュニアのみんな、心でテニスをしてごらん。ちょっと、子供いなくなってんじゃねえか、ちょっと待て、いい加減にしろよ。なんで言ってくんなかったの、僕なんで子供いないところでジュニアの話してたんだよ、おかしいよ、ほらいないじゃねえかよ、いない、ちょっと待って、ちょっと待って、今見ました2人、僕ははっきり言いますよ、もっと準備しろ、いいですか、準備ができない人間っていうのははっきり言いますけど、絶対本番で失敗します。しかも世界では2度失敗したら終わりですよ、なのに絶対してる、ほら、ほら、ちょっと逃げてんじゃねえか、なんで逃げてんだよ、なんで逃げてんだよ、なんで逃げてんだよ、これちょっと待って、誰か教えてくれよ、これな、ほら燃えてんだよ、なんだよこれ、ちょっと待って、奥さんが頑張ってんのになんで旦那頑張ってねえんだよ、お前もっと出せるって、お前出せんだよ、あ、やっと頑張ってきた、頑張ってきた、いや、もうはっきり言いますけどね、やっぱ旦那さんね、男っていうのは奥さんの力ものすごい大切ですよ。僕は世界のプレーを見てきました、ジョコビッチ、ナダル、フェデラーってね、まあ、特にフェデラーなんかはもうお子さんもいてね、本当に家族の力、僕はそれであそこまでいけると思ってますよ。で、それ、ああ、よかったよかったよかった、今なんか危なかったね、ちょっと待って、崖っぷちだ、おめでとう。なんで褒めたか分かりますか、崖っぷちは人生変えれる、人間変えれる、自分変えれる、崖っぷち乗り越えろ。ありがとうございました。いや本当に、いやー、よかったです、素晴らしかった、おめでとうございます。ちょっと聞きたいんですけど、これ東方系で公開ですか、違う、わかりました。